どうも、こんばんは、エヌメです。今回は、東京ぐるり、インボーク。メンテが明けました。新しいガチャ来てますね。愛すべきおバカということで、SSR のナキが登場しています。いつもの通り単発で10回引いていくんですが、アップデートでですね、まあ、だいぶこの、なんて言うんだろう、見た目なんて言うの、テロップとか、例えばキャラが、なんだ、どこで見るんだっけ。チームの、あ、これチームから見れるんじゃないの？チームのね、キャラ、そう、キャラ。例えば、ひなみがいると、こんな感じで 3D で見れたりするんですよね、キャラが。直接ね。これ、カグネとか出ないのかな？あ、出るじゃん。こんな感じでね。かわいい。これ動いてくれたらもっといいんだけどね。いいね。まあ、カグネ、この 3D モデルが綺麗なのは、まあ、評価しよう。インボークね。まあ、俺は本当に充電の減りをどうにかしてほしいんだが、まあ、今更無理なんで、ごちゃごちゃ言っても仕方ないですね。というわけで、今回は、崇拝のアタッチメントを持った SSR なきを引いていきたいと思います。このナキってさ、あれだよね。事前の、なんていうの、解禁情報で出たやつじゃないよね。あれ確か SSR じゃなくて SR のナキだよな。違うかったっけ？これがあのナキなのか？俺ナキ使ったことないからわかんないんですよね。うわっ！ SSR 来たぞ。やっと SSR だよ。もう、ここにたどり着くまでに。あれ、言って前回引いたのかな？前回 SSR 引いてたっけ、俺。わかんないですね。お、グルだぞ。あ、グルじゃない、捜査官か。捜査官ってことは？なるほど。確かこいつ、麻痺か混乱を付与させるんじゃなかったっけ ?200% だったっけ。あ、300か。300で麻痺を付与ということで。あー、篠原な、捜査官か。あの銃像は確かあれ限定だしな。捜査官って何がいたっけ、全然思い出せないんだけど。うん、アキラは2体当ててるしな。アキラ当ててるし、捜査官か。 SSR の捜査官、篠原、アキラ、銃像、あとなんだ俺なんか、あ、アモンか。アモンがね、2、3種類いるんだったっけね。あれ3もいねえな、多分2か。まあ、それだけかな。あ、黒岩、え、黒岩って SSR いたっけ。いなかったような気がする。まあね、ウィさんの SSR が来たらぜひとも、当たるまでは引きたいですが、まあ、なかなかそううまいことはいかなさそうだな、やっぱ今のガシャ率だと。俺ガシャ出たら絶対10連は引くようにしてるんですよね。この新しいガシャがね、来たらアタッカーピックアップとかじゃなく。そのせいでね、困るのは石がたまんない。石がね、たまんないんだよ。やめていい？このピックアップ、新しいピックアップが来るたびに絶対10連引く縛りみたいなの。やめていいか？俺石貯めたいんだけど。あとね、なんかイベントとか回れる時間があるときにパパッと回りたい。その時石が必要って時にね、なかなかね、石がなかったら回れないんだよね。これ10連引いた後とかだったらさ、石ないじゃん。俺基本的に日中仕事の休憩の合間とかには、インボク開かないからさ、10連減るし。あら、最後まで出なかったな。まあ、篠原だけということで。まあいいんじゃないかな、SSR1 枚確保できただけでも。持ってなかったし、篠原。ああ、なるほどね。このプレミアムっていうのが、ナキのガシャ。これチケット、フレンド。まあ、見やすくなったか見にくくなったかは、まあまあまあって感じですね。まあでもそれにしても、アタッチメントとか、なんかいろいろ改良されてるんで、そこら辺もおいおいね、やっていきたいと思います。というわけでお疲れ様でした。また次回実況動画でお会いしましょう。